はい、今回の動画では Windows 10でホームグループを作成する方法を解説をします。でこのホームグループというのが、ね、何かというとです、ね、同じ欄につないでいる Windows のパソコン同士で、まあ、グループを作ってです、ね、こうファイルとかフォルダの共有をするための機能になります。でまあ、この、ね、ファイルとかフォルダの,です、ね、この共有、違うパソコン同士で共有する前にはです、ね、このホームグループというのを作らないといけませんので、まあ、今回の動画ではまずそのホームグループを作る手順というのを解説をします。 でそれでは、ですねまず設定の画面を開きますんで、この左下のスタートボタンのところをクリックしてもらって、この歯車の,、ね、この設定のボタンをクリックします。はい、で次に、ですねこのネットワークとインターネットというところをクリックをして、この左側のですねこのイーサーネットというところをクリックしてください。はい、そしたこの右側のこの関連設定という中に、このホームグループというところがありますんで、こちらをクリックします。 はい、そうすると今このパソコンでねこのホームグループというのをね初めて作りますんで、まあ、現在ネットワーク上にホームグループはありませんということでこの右下のこのホームグループの作成というところをクリックします。 そうすると、この、ね、ウィンドウが開きますので、次へをクリックですね。はい、そうするとです、ね、共有するファイルやデバイスを選択しというこの画面が出ますので、標準の状態では、このピクチャー、ビデオ、ミュージックと、あと、プリンターとデバイスが共有になっていて、このドキュメントホルダーは共有になっていません。なので、もしドキュメントホルダーも共有したいよという場合は、これを共有に変えてあげればいいです。で、まあこのままで OK という場合は、この右下の次へをクリックします。 はい、えー、そうすると、この画面が出まして、基本的にこれでホームグループの作成というのは完了になります。で、今、この画面では消してありますけども、この真ん中のところにこのパスワードが出てますんでね、このパスワードというのは、他のパソコンがね、このホームグループに参加するときに必要になるパスワードなんで、まあ、手書きで何か書き留めておいてもらってもいいですし、この下のところにパスワードと手順を印刷するというのがありますんで、まあ、パソコンがプリンターにつながっている場合はね、これで印刷してもらえれば、このパスワードと、あとそのね、共有する手順というのを印刷することができますんで、まあ、これはどちらかを選択してもらえればいいかなというふうに思います。 でですねホームグループの作成はこれで完了になってまあ次の動画ではですね他のパソコンからこの作ったホームグループにねこの参加する、あとデータを共有する方法なんかをね解説できればというふうに思います。それではね今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。